い、どうも、ザネダルクです。というわけで、今回も、コールオブデューティー MW2! 早速ね、実況プレイやっていくんですけども、本日紹介するのが、まあ、これね、コメントでいただいたんですけど、はい、こちら。今日ストア見てたら、FSS のアイアンサイトの形が変わっているバンドルがあったので、よかったら紹介してほしいです。結構使いやすかったです。で、なんでこの数ある声の中でこれ選んだのかわかりません。結構辛いです。ということで、いや、これはでも見てみないとってことで、早速見ていくんですけど、はい、こちら。FSS ハリケーンのスターの方の一番最後にあるハッチユーでいいのかなこれ。まあ、右斜め上の方にラブ&ヘイト、愛と憎しみバンドルということで、これね、実はリークの段階で海外で結構注目されてたバンドルで、まあ、日本だとそこまでかなーってことで僕は紹介しなかったんですが、こちらがね、アイアンサイトはこんな形になっているということで、指の形してますよね。これ実際にサイトである形となってて、実際 3D プリンターでね、この手の形のアイアンサイトを作ってる方は結構いますよね。で、それこそ日本だったらちゃんと業者さんがね、作ってるぐらい、結構エアガン業界でもね、有名なサイトなので、まあ、そういったところが元ネタになってきてるんじゃないかなと。で、これね、実はこのバンドルのコンセプトが、コールオブデューティーミームっていうのがあってて、そう、もう明らかにこのマガジンのブームとか見てもらうとわかるけど、もう違和感しかないじゃないですか。何このステッカーって感じだと思うんですけど、これ実はね、このコールオブデューティーのこのゴーストさん、MW2 のね、新 MW2 のゴーストさんのキャンペーンのね、まあ、切り抜きなんですが、これがね、なんか海外でもうめちゃくちゃバズって、コールオブデューティー外でもこの画像を使う方がいるんですよね。なんかこう、お前は何を言ってるんだとか、こう注目するときにね、これを使うみたいで、まあ、ちょっと日本ではわかんないミームの感覚なんですけど、実はこれね、MW2 で唯一めちゃくちゃバズったミームってことで、これ公式もね、公認してて、ちょっと編集者さんね、探すの大変かもしんないんだけど、シップメントで、クリスマスシップメントがね、実装された時あるじゃないですか。あれのところで公式がこのね、切り抜きの写真を使って、このゴーストを隠して、どこにゴーストがいるかな、みたいなそういうことやってたんですよ。だから公式公認でね、このミームは流行ってるっていうのはなんかわかってるみたいなんですよね。ほえーっていう。で、これなんだ、ゲットサム?これでも暗い。ちょっとわからんな。これはなんか、まあ中指立ててるけど大丈夫かな?ファックユーということで、これ海外人気そうですね。で、これなんだろう?アドベンチャーフィッシュドかな?フィッシュ AI。これわからんな。これも多分なんか元ネタあるんだろうね。で、この、ゴーストのこれも公式が多分いじったやつで、確か公式がね、これ加工してツイートしてたはずなんですよね。まあこれちょっと探すの大変だと思うんで、これは編集者さん探さなくていいと思うんだけど、いや、これもね、実はあるんですよね。そう、だから結構ね、ミーム化されてるんよな。これとかなんか昔のステッカーであんのかな?いや、ちょっと全部はわからんね、さすがにミーム。で、例えばその他とかも、これ F って書いてあるじゃないですか。これツイートの F で、コールオブデューティー AW の時に、これ F ボタンを押してね、こうツイートをするんですよ。友人が死んだ時にね、棺桶に触るシーンがあるんですけど、そこを、まあ、F っていうのがね、これ海外でもミーム化されてて、なんかこうツイートとかリップを表す時に F っていうのを使うんですよね。そう、だから実は元ネタ AW っていう。で、その他もバーガータウン書いてますね、ここに。はい。まあ、これもバーガータウンはコールオブデューティーと何回もね、コラボしてますから。で、4月20日ってこうね、セレクターのところ書いてあるけど、これどういうことだろう。ただ4月20日ってなんかあったっけ。で、その他は、ファッジユーってストックに書いてあったり、コーションって書いてあったり、あとこれ、IW9 って書いてあるじゃないですか、バレルのところに。IW はこれ、インフィニティワードの略なんで、まあ、インフィニティワードの旧作品目が MW2 ってことなんかな。で、あと、グリップのところにこれ、なんと見えない顔文字書いてますね、これ。ヨーってやるときのね、顔文字ですけど、日本以外でも使われてるみたいですね。っていう感じで、結構ね、あれなんですよね。まあ、ミームの詰め合わせとなってて、まあ、これはこれでね、結構海外で多分盛り上がると思うんだけど、残念ながら、まあ、日本ではあれかなっていう。けど、これ、イルミナティだよね、これ目のやつ。信じるか信じないかはあなた信頼みたいなやつでしょ。ということで、まあ、そういう陰謀論系もあるよということで、早速これアイアンサイトね、クローネンスコードの方も変わってますので、使っていくというか買っていきましょうか。まあ、これあれですよ。まあ、次回作 MW3 でもこのバンドル引き継がれるから、本当にこの動画見て、うわ、めっちゃ見やすそうと思ったら、全然ね、こうてもろていいので、早速ちょっとじゃあ見ていきましょうか。まあ、クローネンスコードは次回作もね、強くなる可能性ありますからね。はい、やってきました。眺めるとこんな感じ。いいですね。メタリック。ステッカーってなくて、このね、デコレーションですから、なかなかいいんじゃないかなと。あ、でも俺よく見たらさ、これマガジンのところにさ、なんか人書いてあるよね、これ。なんか兵士のステッカー書いてない?これもなんかミームなんかな?ね、ほら、人書いてあるよね。けど、魚持ってるわ、こいつ。ははは、ようわからん。さあ、じゃあちょっと気になるアイアンサイト、こちら。これ見やすいか?これ手前のディアサイトいらんな。これ手前にあるこれハート型してるのディアサイトって言うんですけど、ディアサイトいらんくない?けど、フロントは見やすいよね。これ、ちゃんと指先のところ行ってるんかな?じゃあ、例えばさ、この O の間のここ狙って打つと、あー、ちゃんと行ってるっぽいね。あー、ちゃんと指先には着弾してるって感じだけど。え、見やすいかこれ見やすいかいやー、まあまあ見やすいっていう人もいるだろうな、これ。まあ、通常の FSS ハリケーンが、まあ普通に見にくかった気がするんで、だよね。あー、どうだみんな、どう思う?こっちとあっちだったら、こっち
の方が俺好きかな、まだ。まあ、けどこれはね、ほんと個人的な感情なんで、そう、これはなんか今日賛否分かれそうな気がしますね。これ、売ってる時にさ、手前のディアサイトが、なんかブルンブル震えてるから、ね、ハードはブルンブル震えてるから、ちょっと敵の視認性がちょっと悪くなりそう、見失いそう、これ。で、こっちのクローネンスコールは、これですね。クローネンスコールってさ、アイアンサイト見やすくなかったっけ、これ。あまあまあまあ、これもちょっと見えにくいか。いや、難しいラインだな、これ。また難しいラインついてきたな、これ。いや、まあ、見やすいって思う人もいるだろうなっていう感じのサイトですね。僕は否定はしないですね。全然多分これが見やすいって人もいると思うので、否定はしないけど、まあ、FSS ハリケーンは別に僕通常でも全然いいかなって感じました。てか、サイトつけるんでね。まあ、次回作はその、当倍サイトのデメリットがなくなるんで、そういったところね、まあ、次回作実装されたとしても、まあ、当倍サイトつければ M 速度も落ちないからいいんじゃないって感じですけど、まあ、枠が1個空くんでね、その分。まあ、そういったところ、ぜひね、これ魅力を感じた方は、使ってみてください。ということで、じゃあ早速こちらを使ってちょうどゴーストさですね、スキンの方もいろいろ実況プレイやっていこうかなと思います。ということで、これからもコールオブデューティー MW2 に関する動画ガンガン上げていこうかなと思いますので、もしよろしければ通知が届くようにチャンネル登録高評価よろしくお願いします。では参りましょう。さあさあ、やってきました、シュートハウス、久々マジで。いや、最近モチピットでシュートハウスないから、マジでね、シュートハウス不足だったんで、久々にやっていきましょう。ってことなんで、ちょっとあんま行けるカスタムやりたいな。SAE、VTOL、いや、セントリーも強いもんな、シュートハウス。いや、シュートハウスのキルストリークライブが一番楽しいわ。いや、けど、エアストライクで、あれやな、センターのところバババババってやっていきましょうか。今回使っていくのは FSS ハリケーンなんで、ちょっとまあ、火力不足というか弱いところあるから、ちょっとこれでやるか。で、ちょ、久々にさ、ショットガン使っていい？で、久々では何でもないんだけど、結構最近ね動画で使ってると思うんだけど、シュートハウスのショットガンをね最近やってなくて、ちょっとやりたいなと、いうことで早速やっていきましょう。うわー、久々じゃん。ほんと最近ね普通にコールオブデューティーやってなくて、あれ MW3 の時はめちゃくちゃやってたから、MW3 ロスなんですよ。そう、 MW3 がなくなった今、何のゲームやろうみたいな。でイベント系紹介を取った後に、もう MW2 やることなくなって、何しようかなーってなってたところに、ねこういうバリアント系紹介してくださいって、わーまあネタ提供あったしやるかっつって、いやー。マジで嬉しい。朝クリを最近ずっとやってて、とか、あとそういう積みゲーですよね。バイオでトロコンしてない作品があるから、それをちょっと進めたりだとか、そういうちょっとキャンペーン系のゲームですね。ストーリー系のゲームを、ちょ、当たってないの？えい！そう、最近そういう系のゲームやってて、あ、やっぱキャンペーンのゲーム面白えなーみたいな、ストーリーあるゲーム面白えなーみたいな。そう、やっぱマルチをやった後のこのね、キャンペーン系の、あれですよ。マルチでしか摂取することができない栄養素と、キャンペーンでしかできない栄養素ありますからね。はい、しっかりとこれやりつつ、全然あかんな。ちょ、アイアンサイトが見やすいかどうか見たいから、ちょ、ショットガンに甘えるのはほどほどにしといて、ショットガン甘えでいいですからね。やるじゃん。はい。やる、ナイス。あ、見やすいかも、これ。意外と使ってみたら、あー、見やすい見やすいってなるかもしれんな、これ。指出すか、指オンライン。味方がそこ行ってくれてるんで、いたとしても、マジ？あ、見やすい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 。ちょっと一瞬的迷ったけど、いけてんね。で、これエアストライクコスパよく回していきたいんで、はい、アルファ取った後に、次 B 来るかもしれんから、B ラッシュ用のためにここで、はい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 。で、クラスターマインはここの LG。で、右味方行ってくれてるけど、ちょっと怖いから、あ、これエアストライク死ぬなよ、俺。避けろ、避けろ、避けろ。ナイスオッケー、ナイスオッケー。で、こっちから来る？から、これ行く。いい、いいっすね。いや、インパーフェクトや、俺。なんで？うわ、ハニバかー。ハニバー、お前、火力高いねんな。あいつ、4発キル取れるから。高いねんな。意外とレートも早いし。さすがに FSS ハリケーンじゃきついか。これちょっとショットガン系ですね。こういったふりして。で、多分同じ条件で来るはず。は？オッケー、ナイス。で、足音めっちゃすんねんな。これ上にいるな。は？死ねよ。一生いかね。はい、ナイスー。これトロフィー案件ですね。と思ったけど、味方がそっち行ってくれてんのか。じゃあ C 取るか。あそこの上をもう詰めるだけ無駄ですからね。いや、アイアンサイト意外といけんな、これ。なんかパッと見た感じは、ゴミーと思ったけど、意外といけてるくない？ユーボンライン。初段が当てられるから、まあ、サイトとしての機能はちゃんとしてくれてるみたいですね。ただ、リコイル制御とか、このブレ出した時のそのビジュアルリコイルがどうなるかっていうのは、神のみぞ知るということだ。いや、スラキャンしにく。はい、ナイス。遠距離は強いですからね。多分そっちから来るから見る。いや、けどこれ体出しすぎか？いや、来るな、これ。はい、こういう時抑えられないショットガンですね。で、エアストライクを、待って、後ろからいる。やめて。はい。おい、ナイス、味方カバー？こういうのもありですよ。FSS ハリケーンは正面の打ちは厳しいですからね。やっぱ機動力でウィンするかどうかっていう。はい、これで一生エアストライクを B に出し続ける男。よいしょ。クラスター出すじゃん。で、は？なるほど。はい。で、ローブローをやっといて、こういって、こう、一人、二人、気持ちいい。あー、弾がない !FSS ハリケーン、お前、弾数が多いのがメリットなのに、リロードしてない、俺、残弾不足。まあ、FSS ハリケーンはね、マジで器用貧乏なんよな。使ったら
ならね、全然射程距離もあるし、安定するから強いんだけど、ただ至近距離の火力がないから、結局 AR 使った方がよくねっていう。今作の AR が3スキルが取れる AR とあるんで、そう。はい。いやー、そっち欲しいな。そう、AR がね、その至近距離も食えてしまうっていうのは結構問題なんですよね。エイムさえ良ければ。そう、だから結局こいつを使うメリットはないんよなー。AR 使った方が強えわっていう火力的には。ただその安定性っていうところにおいてはすごいあるし、弾数もデフォルト50発なので、アタッチメントたくさんつけたいよけど、角間がダンスも欲しいよって方が向いてる銃なのかなーっていう感じはしますね。ヒルナービー。いやー、抜きたいけど無理か。こっちは味方こっち見といて。これトロフィー出して、センターで。B 押さえてくれている。はい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 。ディアブロさんカットする。え、待って、ボムドローンがある。はい、ナイス避け。ナイス避け。で、これで一緒に詰める。はい。ボムドローン使ってる人いるよ、それ。ナイス。いいカバー。でも一回指出すか。で、絶対後ろから来ないから、正面から来るやつを抑えたい。いや、これは無理に取るんじゃなくて、こう。あ、来てない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 。オッケー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 。これアルファ取るわ。よーしよし、いいよ。さあ、シューダウザーディス荒らしてなんぼなんで、しっかりと A を、これで取れるね。オーケー。で、これでクラスター出る。はい。で、アスタート少し出るんで、これ確実に持っていくための、はい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 。はい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 ナイスー。やめて、来ないで来ないで。はいー。で、後ろから来るから味方そっち見といてね。俺こっち見るよ。はい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 。強くない？マジでショットがダメでしょこれ。で、 FSS ハリケーン通過をと。 FSS ハリケーン AR57 っていうね、このくっそ面白い銃なわけじゃないですか。元銃がね、 AR57 って P90 の AR15 タイプなんですけど、いや、なんかね、ベータの頃で終わった感あるよな、注目度的には。うわ、すげー、 AR57 使える。 FPS なんてめっちゃ珍しくない？みたいな。カラーのを使ってみて、ベータの頃は強かったんですけど、あれと紐解いてみたら、あれと調整機能入ったら、あれと SMG でバレル調整機能でガンガン射程距離上げたら強くないみたいな。だから MW3 でワンチャンよな。 MW3 でワンチャン強くなる説を私は期待してますけど。はい、左行ったね。これはこうやるじゃん。こう、いや、それ頭出す絶対無理。いやー、無理だよなー、それ。分かってったで。てか、3発キルなんだ、君らそこ。マジかー。やっぱ超至近距離3発キル強えなー。そうなったらマジで SMG 殺しすぎるから、勘弁してほしい。これはもう確実に食えますね。はい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 。味方頼むよ。ナイスー。全然いけてるよ。で、B 取れた。これどうしよっかなー。多分こっちから来るよね。はい。はい？おい、マジか。で、突っ込んでくるから、トロフィー出しとこう。はい、トロフィー出して、はい、トロフィー出して、リロードと。で、敵はショットガンじゃない限りは勝てるはず。いける？待って、めっちゃおる !3 億人ぐらいおるわやばくない？マジか、そこにスポーンしてるんや。で、次アルファ取ってくれてるから、どうしようこれ。多分 B 来るよね。B、いや、B じゃない、これ C だ。C だ。C、太郎一人で湧いといてくれ。それ一人湧き。オッケーオッケーオッケー。一人湧きは絶対潰しちゃう。で、C 戻して、で、ナイスほら、B やっぱ来てるね。やっぱその右湧きしてたら B 取りやすいから B 来てるね。で、こっから見る。はい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 。この車窓からね、見る世界ですよ。車窓から見る世界で、はい、クラッシャー前ナイス。ナイスアシスト。いるから、一人やるじゃん、うん、大丈夫？オッケーオッケーオッケー。いや、楽しい。やっぱ久々に CU でやってる俺。なんか最近変わり種のモードしかやってなかったけど、この定点定点でやる感じ、 MW3 にはない楽しさですね。このね、定点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 で投げ物投げるじゃん、うん、で、また来るからトロフィー出すじゃん、うん、はい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 。これで完全抑え。B から来やがった。いや、こうなんよな。やっぱ、この B 速だった瞬間に振り返らなあかんっていう。いや、やっぱおもれー。 MW2 もおしれー。 MW2 もおもしれー。やっぱね、キャラコンがない世界は、キャラコンがない世界で面白いよな。この、なんか皆平等感じゃないけど。は？何それ？なんか縦あった？全然しなかったけど。はい、やるじゃん。で、右から来るか左から来るか。右いるね。右いるから、こう。はい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 。で、左から来るやつ、それ味方潰してくれてるんで、クラスター出すか。はい。725ショットがいる。助けて、ママ。はい、ナイス。クラスターで殺す。贅沢な使い方ですね。はい。マジ？ナイスナイスナイス。じゃ、奥から来てるから一回逃げるわ。体力がないんで一回下がっての味方が C でやられてる。で、これは FS ハリケーンですね。はい、ナイス。ローでしたね。はぁー、クラスター残りー。なんじゃいそれ。いいね、いいね、いいね、いいね。いいよ。で、C 取るじゃん。いやー、楽しい。楽しすぎるだろう。これは、無視して。ちょっと当てといたよ。アシスト入る？入らない。ちょっとアシスト。待って、これやばいかも。これやばい、これやばい、これやばい。こっちから来る。フラグ避ける。来てない。クラスター多すぎる。見とくわ。味方それ。トロフィー。投げるじゃん。クラスターで死ぬよ、それ味方。死なない。ジャケ強すぎだろ、お前の。来るか。 B 取るわ。はい、 B 取る。来てる。投げも来てるけど避けれる。ナイス。はい、リュービー出た。いやー、トロビー必須すぎでしょこれ。あ、いるな。これ出してから、はい、後ろ。悠長の使い方で、俺これ吐けなあかんから、エアストライク来るから、後ろから。全門の虎、小物をエアストライク。はい、
ということで無事勝利ですね。あ、意外とキル数いかんかったな。36キルか。まあ、けど、11確保してるんで、まあ、ドミネーターの鏡ということで、敵もかなり拠点取ってましたね。いや、これ、FSS ハリケーンもそれは使いやすいなと思ったけど、ショットが強いな、やっぱり。サブにこれ持っとくだけでやばいからな。いや、ま、次回作はね、オーバーキルが弱体化するから、まだマシだと思うけど、まあ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 って感じでしょうか。ということで、一人だけ一桁です。急ですということで、めっちゃ丁寧な立ち回りでしたね。いや、FSS ハリケーンらしさは出てるけど、やっぱ、火力もうちょっと上げてほしいよな。この武器だったらさ、射程距離落としてもいい代わりに、レート力上げてほしいよね。まあ、次回作ちょっとレートアップ系の昇降系団みたいなね、なんかバンガードの頃あったね、気持ち悪いシステムとかが、まあ、ないと思うんだけど、もしあった時に多分ね、輝いてくるような武器だと思うので、まあ、ぜひね、皆さん、今のうちにこのアイアンサイト見やすいって思った方は、使ってみてください。はい、ということで、まあ、これからもですね、まあ、コールオブデューティー MW2 とかに関する動画ガンガン上げていこうかなと思いますので、もしよろしければ、通知登録にチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。